画角変える。ちょっと狭くね、こっち側にかね。あそこに話した方がさ、広くね。確かに。もう机来てない、ね、こっち側にじゃん。いただきます。いただきます。いただきます。うまっ、うん、正解。うまっ、うん、おいしい。うまっ。うまいよね。うまい。ウーバーイーツね。なんかね、そう、昨日ロケ行ってて、影井くんと、うん、うちらずっとロケバスの中で一生 YouTube の話したんだけど、うちらって YouTube 好きだねって思わない？確かに、ね、マジでうちらって YouTube 好きだなって思う。結局いろんな話してても、うん、最後降りつくとこはやっぱ YouTube についてなんですよね。そうなんだよね。あとね、なんかね、対等に話せるぐらい詳しいのよ。だって何歳から YouTube やってる？え、初めて動画上げたのは中3です。すごいね。何年前だ。あのね、18年ぐらい。ちょっとうち、影井くんが初めて上げた動画見てみたいんだけどさ、今みんなで見ない？見たい見たい。1本目ですよ。あげたのは中3なんですけど、はい、撮影したのは中1で。中 1? 中3の時に携帯で今と同じ編集してるアプリで編集した動画なんですよ。その時からその今の影君が編集してる100万人の動画に使ってるアプリ、この時から使ってるの？その時に課金したやつが今まで160円の課金で今編集してる。一攫千金男じゃん。間違いない。それで、そうです、中3の時に160円課金したそのアプリで今、整形タップ超強力メントスコーラをやってみた。えぇ、ー、1本目、もう行きますよ。中1でしょ。中1、はい、変なことをして。はい、こんにちは。今回も、え、かわいい、かわいい、じゃん、コーラと、コーラ、またコーラ持ってる。キッズよ。はい、コーラと来たら、声代わりも聞いてないですか？はい、まだ、メントス、メントスで、ですね、小さな穴の開いたキャップをつけて、メントス入れてキャップをつけて、シャッと早飲みをしたいと思います。早飲みします。え、なにこれ。いきますよ。どうなの？どうやって？なにこの子？ちょっと重いんだけど、ね、ちょっと待って、立てってのがいいんだよ。危ない、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 かわいい。でもこの編集してる子が今あの動画編集できるのってすごいよね。これ投稿日が2013年10月に。やばいね。YouTube 好きなんだよね。いや、楽しいから、やっぱり。誰か見てもらえたらいいねぐらいのノリで YouTuber って言ってて。でも最初そうじゃない。最初の YouTube って誰か見てくれればいい。友達ノリで上げてたんですけど、今ちょっと。YouTube って力入っちゃってますよね。 YouTube 始めますっていう時も、そうだね、まあまず機材揃えてとか。本当にそうだね。だって言ったらうちらもさ、ノリでさ、うちが旅行動画みたいなの上げてる中、韓国に遊びに来る友達で入ってきて、そうだね、でうちがもともと個人チャンネルやってたものがいきなりヘラヘラ三十四って急に変わって、何の前触れもなく、急に変わったんですか？急にパッて変わって、その1本目に出すのがサオリンいないから。あ、そう、いない。え、あれ、もう3人でやろうって言ってるのに、でもサオリンさんいない。それぐらい3人でやろうとかないよ。だからぬるっとしてるから、別にサオリンがいてもいなくてもあんまり違和感ない。サッカーできる時に、サッカーできる時にしようよ。そんなにヘラヘラさん自身です、私たちよろしくお願いしますって始めたわけじゃないし、ぬるっとなんだ AD になりました。突然テロップでED、かげやりがホテルの予約を取り間違えたみたいなところが始まったよね。そうそうそう、何回かそのコラボっていうか動画出させていただいて、そしたらいつの間にかスタッフになってるっていう。そう、うちだってあれないよね、何々になりました報告、なんか新しい人が増えましたとかさ、こうしますみたいな報告が本当ないから、しかもそれを普通にスンと受け入れる視聴者すごいよね。確かにヘラヘラが20万人ぐらいの時に、ヘラヘラってもうちょっとなんか目標何人とか、その会場どこでやりたいとか、そういう風に掲げた方がいいんですかねって、あのレペゼンのチームの人たちに相談したことがあったの、昔。いや、ヘラヘラはいつの間にか言ってるぐらいの軽い気持ちの方がいいよ、なんか絶対ドームに立つぞとか、レペゼンみたいにね、何万人行くぞとかってやるよりも、自分たち
ちが楽しくやってる中いつの間にか行ってたよねぐらいの方がいいよってしのさんに言われたの。だから、まあえてそんななんか100万人お願いしますみたいなもうそういう感じの動画って100万人行くまでに出したこと多分なかったと思うんだけど、まあ、とはいえ登録はしてほしいじゃん。そうで、あの見れるんだけど YouTube のその管理画面みたいなところで、何パーセント登録してて何パーセント登録してないみたいなのあるんだけど、やっぱり他の YouTuber と比べたらうちらは登録しないで見てる人の方が多い、うん、割合的には、ね、だからまだちょっと登録しないで見てる人たちはあのぜひちょっと登録してみていただけたら嬉しいです。なんかあれだよね、そのさ100万人とか言わないからやる気ないみたいな思われてない。そう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 、そうじゃないじゃないんだよ、ね、そうではない、一応考えがあって今までやってこなかった。そうそうそう、そういう自分たちもそれにとらわれすぎちゃってなんか楽しい動画が撮れなくなるのもなんか嫌だというか、この人たちは100万人目指してるんだって思いながらラフで見れる、そうラフで見れなくなっちゃうと嫌だからっていうので、そういう温度感を大事にするために言ってこなかったのはあるんだけど、とはいえ今さ100万人行くのが結構当たり前の時代になってきているというか、誰もがまず100万人の大台に立ってからがスタートっていう風があるじゃん。実質うちらは100今12万人の人がこう見てくれてますけど、そのそれよりやっぱ上をもうもっと目指していかなきゃいけないところではやっぱあるっていうのはですね、登録してほしいのって、うん、まずやっぱ登録したら1秒でも早く見てもらえるっていうところがまず1個と、その登録者が増えたらまた新しいことができるっていうために皆さんで登録していただきたいっていうところですね。そうなんですよね。そうそう、だからあの見てる人が仮にこれがもっと少なかったとしても多かったとしても、うちらはやってるスタンスは変わらないし、広告がつかなくても出す動画ってうちら結構あって、もう面白いから出しちゃおうみたいな、つかないけどやっちゃおうみたいな、広告つかないけどやっちゃおうっていうのは結構あるんですよ。だからヘラヘラ広告ついてたけど大丈夫ですかってコメントたまにあるんですけど、あのうちらはそこまでその収益が後からついてこればいいなって思ってるから、もう楽しい動画出そうみたいな、うん、兄とかもそうなんですけど、あれ兄ちょっと広告ついてなくてあれとか、まあ、完全なでも重いから、そうでやりたかったことですもんね。そうやりたかったから出すみたいなことが多いから、その上で登録者が増えてくれれば、それなりに動画にかけられるお金もついてくれる企業さんが増えてくるので、それなのでちょっと登録お願いしますっていうところではあります、はい、幅を広げていくには、ね、そう幅を広げていくにはっていうところであるけど、まあ、楽しいことをやっていくっていうのは変わりないかな。そうですね、影君は特にそうだよ。影君の個人チャンネル見たことありますか、はい、すごいですから。動画を回すのはついでで、この間普通にスキピとデートしてましたから、ね、スキピとデートして時間ね、はい、そう超楽しくって、まあ、とりあえず動画撮るかみたいな、はいはいはい、っていう感じなので、そういうのも必要だよね。そうだよ、だってうちなんてさ、あの白鳥選手とデートしたいんだけどさ、どうにか食券乱用できないデートはしたい、まずこれ自分が一番したいから、はいはい、デートはしたい、ただデートしたいけど果たしてそれを視聴者が見たいかどうかっていうところをまず考える、はいはいはい、まずデートはしたいってことね。でじゃあ求められてるのはただただデートするんだったら視聴者は面白くないから、そのデートの中に何かこう企画を考えて動画を出せるクオリティにしましょうっていうのが、はいはいはい、うちらの本当に、そうだね、そう、うちらもじゃあ、ホスト行きたい、ホスト行きたいけどホスト行くだけだったら視聴者はそれ見てるだけじゃつまらない、じゃあ何か企画を考えて世に出しましょう、はい、もう自分たちがやりたいこと視聴者が見たいものを合わせて動画っていう感じは昔からこれは変わってないね、うん、ハッピーじゃんそれ。そうハッピーで、早く白鳥選手をゲットさせてくれ本当に早くさせて、マジでずっとロケの時もずっと本当にかっこいいんですよねずっと言ってたんですよ、かっこいい、ねえ考えないとよ、どうにかしたい、プラス何か欲しいってことね。そうそうそう、それが思いつかなくて、はいはい、今それで、ね、悩んでますなんかさ、影井くんなんてさ、中3からインフルエンサー、インフルエンサーって言ってかっこいい、インフルエンサーちょっと弱小 YouTuber でも、まあ、あの本格的にやりだしたのはもう高3ぐらいです。あえ高3の時には何人だったの？その時は中3からやってて高3時点では10人だったんですよ。10人なんか本当、なんか遊びで上げてたみたいな、そのそうなんだ、 LINE のタイムラインに上げてた感覚で、はいはいはい、何をきっかけにバズったのバズってたって言ったらあれですけど、イメチェンしましたみたいな、あのメガネを外してコンタクトにし髪伸ばしてみたいなのやつが全然もう何年も上げてなくって、急にそれ上げたらたくさん見ていただいて、ちょうどそれが卒業して、じゃあこれから短大入りますぐらいの時にちょうど YouTube 伸びて、あれどうしようみたいな、だから本当短大するか YouTube するかでどっちかなってたんですけど、でもなんか
本当に思うのが、うちも昔その高校生の時からインフルエンサーっていうかな、その時はまあブロガー、ブログを書くみたいな、知ってたもん。ちそうブログ書いてて、その時っていうか、そのブログ自体が3万8000人ぐらいの購読者がいてて、その時代からしたらもうすごい人数、ね、今さうちだってさ112万人っていう数字ってものすごいと思うのよ。本当にすごい、当時からしたら本当すごいことで、本当に今登録してくださってるこの112万人の方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。当たり前じゃないですよ、ね、あれ加藤浩次当たり前じゃないか。加藤浩次怖いね。112万人の方がいるから、わけわかんない企画にお金かけられたりとかもできるし、 それこそ私たちが ZEP できたりもするし、うん、ただ見てくれてるだけでもうちらにめちゃめちゃ貢献してくださってるっていう、ね、マジでありがたいです、うん。欲を言えば、欲を言えばですよ、欲を言えば、欲を言えば112万人の方にぜひ協力していただいて、なんか面白い部分をね切り抜いたりとか、そのメーションとかして、なんか一緒にこう作り上げていきたいっていうのはあるかな。今この今112万人の今この見てる時点の人は、今112万人の中に含まれてるのか、よしヘラヘラと一緒にもっと登録者数を伸ばそうみたいな気持ちになってくれたら嬉しいなって、そこを一緒に駆け上げ、そうそうそう、やられたらね、めっちゃいい。それがうまくできたらやっぱコブドットだよね。ああそうだね、あれがうまいよね。そうチームだったね、視聴者含め、そう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 。うちらもさ結構さよく言われるのは、なんか視聴者ファーストじゃないって思われてるのよ。なんかちょっとドライなんじゃないかとか、なんか視聴者にまあこびないって言ったらおかしいけど、お願いします、本当にもう登録してくださいみたいな感じじゃないって思われてるかもしれないけど、もうなんか一緒にちょっとなんか盛り上げていきたいですよね、うん。そのためにうちらがその頑張ってる姿というか、ちゃんとやる気あるんですよっていうのを見せないと、視聴者の人が今まで隠すのがさかっこいいみたいな感じで思ってた。だから編集とかもさ、うん、めっちゃしてるのに載せてなかった。そう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 。でも今ってやっぱ見せてお互いで、そうそうそう、兼ね合ってかない。そうなんかさ頑張ってますってちょっとなんかそうね、そうじゃないみたいな感じだったよね。思ったけど、その変なプライドってやっぱもういらないんですよ。だって頑張ってるもんね。まあなんですけど。まあ。でも本当にアリシャンさんがストーリーとかで頑張ってるとことか、他の YouTuber さんが頑張ってるとこを見て、やっぱ自分も頑張ろうってなりますし、そうそうそう、焦るしちょっと、そうだから多分学校の人とか会社の人とかも、いや YouTuber が頑張ってたら俺も頑張んなきゃみたいな、でもなんか言われる、あの夜中に授乳するお母さんとかも、この時間にストーリー上げてくれると私も頑張ろうと思いますっていうストーリーとか来るのよ。でも最初昔うちはこんないやらしく頑張ってる姿見せるのってなんか やらしくないってちょっと思ってたんだけど、でもそれでやっぱり元気づけられる人とかいるんだったらやっぱ上げてった方がいいと思うし、自分たちもなんかそれ上げたことによって他の YouTuber が頑張ろうと思ってくれたら その相乗効果になるから、なんか YouTuber って今もちろんその登録者でこう運動会とかやったりしたじゃん、ああいうのすごいいいことだと思うし、なんか切磋琢磨してる感じがめちゃめちゃいいと思って、そうでもその中でも仲間じゃん、一緒にやってる仲間っていう、なんか競い合いながらも仲間みたいな、なんかその感じがすごい今なんかね、学校のいろんな部活があるみたいな感じで、分かる分かる、すごい楽しいのよ。分かるわ分かる。うち部活的な感じなのがすごい好きで、ツイッターにも書いてあるけど、うちあの永遠の中二病って書いてあるんだけど、なんかそういう精神がなんか出ちゃうのよ。出ちゃってるよ、そっち系の。そうそうそう、そういうのがちょっと出ちゃってるから大事大事でも、そうそうそう、一個の部活としても頑張りたいし、うん、学校全体って分かんないですけど、そう YouTube という大きい学校の中のいろんなところがあって、はい、何々こう優勝みたいな、何々部なんか出場、県大会出場みたいな、なんか飾られるそうだ、コムドットビビの表紙みたいな、YouTuberっていう職業がこうああいうね先頭切ってる人がいると認められつつあるというか、だから先頭切ってくれてんなっていうのもあるのよ。でもその反面女子負けてらんないよねみたいな、あるよね。なんか確かになんかイメージ的にやっぱ男の特にグループなんてさ、男のイメージが多い。そうそう、サッカー部が今有名な学校みたいになってるんだよ。サッカー部が県大会にたくさん、はいはいはい、そう出場する学校になってたよ。でその中で女子バレー部出場しましょうみたいな、ジョバレ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 頑張ろう。サッカー部野球部なんかジョバレ、ジョバレ頑張ろう。朝から挨拶めっちゃ聞こえてくる。でなんかあの髪の毛短いあの女の先生、先生のコーチ。いやなんかそういうことよ。どういうこと？そういうこと。
女子盛り上げてきたいよね、頑張ってこう、マジで。そうそう、だから男子に負けてられないよね。そういうのが好きなのね、分かる分かる分かる、結局は。だから、だからこそ一緒に頑張れる仲間みたいなのも欲しいのはある。そうだね。そうそうそう、影井くんがさっき言ったように多分うちらよりも影井くんの方がやっぱ YouTube 歴が長いから、うんうんうん、思い悩んだ時期とかも先なのよ。そうだね。そうだから先輩みたいな感じでうちに「ガリシャンさん」みたいな、あの動画っていうのは自分に余裕がなくなったら楽しく撮れないですから肩の力抜いてくださいって言われるわけだと。そうだよ。それマジでエビちゃんに言ってたよね。そう、余裕がない時って面白く動画を作んなきゃいけないとか、うん、そういうつもりでもともと動画が撮ってたはずじゃないのに、そういうことを考え始めると、やっぱり視聴者にも伝わるし、うん、楽しくうちらがやってる姿をやっぱりみんなは見たいだろうしね、はいはいはい、楽しくしようっていう風に意識しちゃってるのがやっぱバレるというか、確かにそうですね。そうそう。無理してる感じが。出ちゃう。そうそうそう。だから本当に、まあ自分たちが楽しければいいよね、はい、っていうところは、やっぱ絶対ブレちゃいけないなっていうのはある、うん、だってもともとのうちらなんてさ、この動画さもし面白くできなかったらボツにしようぜとか言ってる。まあそうだね、ワンチャン撮れればいいぐらいの。そう、ワンチャン撮れればいいやっていうやつ。めちゃめちゃそういう余裕ありますね。韓国の時とかそうだし、韓国の時なんてそう。でもそういう気持ちでやってたから全部面白くいって全部出してたっていう感じ。あ、そうだね、ボツにならないと。そう、でも唯一うちらの中で一本だけボツになった企画があって、それは無理やり頑張って何か面白くしようとしてあのやったチャミするシャトルラン。あったあったあった、いまだに持ってるよ動画。あれさ、3年ぐらい前にちょっとうちらがちょっとだけなんか面白い企画ちゃんと考えなきゃいけないっていう、うん、何か焦った時があって、うん、面白いことしようとか言ってチャミスルを両サイドに置いて走って飲む。待って、超時間内に時間内に飲む。本当にで、しかも焦りに焦っちゃってロケーションとかも何も考えないから、もう子供たちが遊んでる公園出てて、なんか公園のなんか管理者みたいに怒られたから。何やってんだ。それ含め出せない。さ、何公園でやってるからもう。そう、今出したやばいよ。そう、今出したらちょっと炎上する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 。そう、当時だったらまだなんか変なことやってんなぐらいでやったけど、なんかあ、ちょっとこれ出せねえやってなって。だからこそやっぱちゃんともう自分たちが楽しいと思ったことをやりましょうって、その時にちょっと思いました。そういうのもあるんです。いつか出したいよね。いつか、ファンクラブ動画に出そう。あ、これコナンとか前だもんね。そう、これ全然前。ファンクラブ動画に出そうかな。あ、あるよね。ファンクラブの方、変な動画出ると思うんですけど、こういうことです。ファンクラブ動画、そういうのがもう本当にやりたいこととか、うん、とりあえずみんなに見てほしい物事がファンクラブ動画だったんですよ。世には出さないけど、みんなにちょっと見てほしい。うちらのこと好き、特にさ、好きで入ってくれてるわけじゃん。そうです。うちら、実は多分動画で言うの初めてなんですけど、ファンクラブがありまして、初めて言うんですよ。結構たんすよ。そう。で、ここで動画で初めて言うのも、ファンクラブでお金儲けしようと思ってないから、そうそうそう、それはそう。なんか、好きな人だけ入ってくださいっていうノリなんで、本当に好き、見たい人だけ入ってくれればいいんですけど、そのファンクラブがあって、そのファンクラブの限定の動画、あとファンクラブ限定イベント、エキストラ募集、うちらの動画に参加できるエキストラ募集の権利というか、そうそう。この間もちょっとかけてたもんね。そうそうそう。とか、まあいろいろ特典これから増えていくんですけど、でそこに毎週必ずそう動画結構載せてて、多分途中から入った人も見れるよね。見れるね。昔のやつ。そう。で、サオリがそれを編集してるんですよ。そういうなんかまあ楽しく動画をいつまでもやっていきたいっていう気持ちは変わらないので、うちらももっと頑張りたいし、YouTube 盛り上げていきたいし、女子頑張ってこうっていう。女子頑張ったか。そうだね。っていうやつでした。はい、というわけでですね。はい。まあ、久しぶりにこんななんか、ちょっとヘラヘラにしては真面目な話というか。酒もなしにね。酒もいいな。コーヒー、コーヒー。いや、なんかさ、お酒飲んで話せるやん。お酒ってさ、話せるやん。お酒ってマジで。出るよね。出るじゃん。お酒飲みながら話もマジだからいいけど、ね、やっぱお酒の場でね、話すおじさんの話なんて信用できないでしょ。確かに。うんね。そうでしょ。そうだから、ちょっとノンアルコールで真面目に話させていただきましたけど、残り1ヶ月、ちょっと悔いのないようにやっていきたいですね。12月、いろいろちょっとまだ12月のストック、ちょっと、ないっちゃないんですけど、残り1ヶ月、どうか。ヘラヘラ30周をよろしくお願いしまーす。お願いしまーす。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。